野方排水棟の型排水棟は東京都中野区江戸体長目3番1号に設けられた高玉水道の野方給水場に作られた排水棟である。高さ33.6メートル、基部直径18メートル。野方排水棟は1929年3月末に竣工し、排水棟としては1966年に使用を停止した。 1972年7月31日に給水所が廃止されてからは跡地及び排水棟を東京都水道局が管理してきたが現在は中野区の災害用給水槽となっている。野方排水棟の設計者は近代上水道の父と呼ばれた工学博士中島栄治であるとする説がこれまで広くるふされてきたが中島栄治の没年からすれば 排水棟の設計者が中島栄治であると認定することは事実上困難である。なお、久保田陽一らの論文、大谷口排水棟の設計の過程と技術的特徴には、公玉水道の野方と大谷口の排水棟の設計担当者は、工学士、中島陽吉が有力であるとする記述がある。地元では、江ごた川、妙正寺川に向かって高台にあり、 当日の大谷口排水棟同様よく目立つ。水道タンクあるいは水の塔と呼ばれる。塔に空襲時の弾丸の痕跡が残っていることから中野区の平和史跡となっており、周囲は中野区立水の塔公園、水の東洋地園として整備されている。新大梅街道を挟んで南側に鉄学道公園があり、ペットの墓所も備えたレンゲ寺が中野通り、 新大梅街道の交差点にある。このため一帯は交通量が多いが完成である。同じ工玉水道の排水棟として、板橋区に大谷口排水棟があったが、東京都水道局の大谷口給水所築造工事のため2005年6月に取り壊された。給水所が廃止されて5年後の1977年、跡地は2010年に国の登録有形文化財に登録された。 使用停止された排水塔は排水系統の幹線であるのがただい、低水弁による引き入れと循環ポンプによる引き出しで、給水槽内の水は常に新鮮な状態に保たれている。また応急給水口が用意され、震災災害時には中野区民、周辺都民に一定量の給水をする。新大梅街道を精神し、鉄学道前交差点を右折。 徒歩12分、ありがとうございます。